はいはい。今回は町金山町にある大阪大学豊中キャンパスに来ています。お兄さん、今日は天気が良くて気持ちがいいね。そうだね、お姉さん。ここ豊中キャンパスでは昭和39年古代ワニの化石が発掘されて、発見現場の地名から町金ワニと名付けられたんだって。町金くんのモデルにもなってるんだよね。今回は町金くんにゆかりのあるこの場所で体操するんだね。そう、それでは行ってみよう。マチー、お待ちかねだよ。なに、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 お待ちかねだわに、豊中大好き町金くん、みんなおいでよ、豊中に。めっちゃめっちゃ昔から食べてきた、優しいちょっと寂しがりや、ちらりと見えるひとかけ、不思議な姿のジャーニー、しっぽに触ると幸せになれる。ハピ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 。およそ9000人の学生が通う豊中キャンパス。昭和3年に建てられた大阪大学会館など、様々な時代の建物が並んでいます。